ある意味正しいですよね。だってスピーカーから音出てるんですからね。でも難しいですけどね。その人がどういう目的でギターをもしくはアンプを買おうとしてるかによると思いますよ。結局弾くのってギターなんで、やっぱりギターに皆さん意識が行きがちですよね。ただ音を追求していくと、やっぱりスピーカーって大事だなって話になってくるんですよ。なのでその人の考え方と、あとはその音を出して、じゃあそれを録音するっていう人なのか、それとも自分が趣味でパッと出てきて聞こえがいい音がいい、なんですかね、アンプは極端な話、アンプはそんなにお金かけなくてもギター本体を気持ちよく弾ける方がいいっていう方も中にはいらっしゃるんで、それは人によると思うんですよ。で、僕だったらやっぱりギター進めますか、僕が買うんだったら、ギターの方にお金をかけちゃうと思うんですけど、進めるんだったらその人の話をよく聞きますでもアンプばっかり買うっていうのはある意味正解かもしれないですよね。正解というか、アンプってだってゴールが少ないんで、ギターって買い始めたらだってもう切りがないじゃないですか。ストロットもいいの買わなくちゃいけないし、レスポールもいいの買わなくちゃいけないし、テレジャスもいいの買わなくちゃいけない、サンサンも買わなくちゃいけない、タコも買わなくちゃいけないってなるけど、アンプって例えばじゃあフェンダーのね、そこそこいいアンプ1個あればなんかそれ系はいいし、マーシャルのいいのあったらそれ系1つあればいいし、選択肢が少ないからゴールも近いような気がするんですよ。ゴールっていうかと思いますね。はい。